どうも、ホジエです。今日はですね、ナイジェル・ケーボン×メゾン・三原康弘のランニングトレーナーが入荷してきたので、それを紹介させてもらいます。では、早速行ってみましょう。はい。このアイテムはですね、9月5日に発売されたもので、まあ、遅い動画制作にはなってしまうんですけども、入荷してきてめちゃめちゃびっくりしたんですよ。何これ、渋いカラーリングというのはですね、私はですね、ナイジェル・ケーボンはセレクト担当ではないっていうことと、まあ、恥ずかしながら何をねセレクトしたかっていうのは全てね把握してなかったので、入荷してきた時にびっくりしたんですよ。これはね、あの2色展開なんですけども、当店はね両方とも2色ともセレクトしています。どちらの色もねかっこいいし、個人的な、まあ、イメージにはなるんですけど、ナイジェルってカーキ色が強いじゃないですか、まあ、そういったイメージが僕はあるので、まあ、今回はものすごいカーキってわけではないけど、両スニーカーにはですねカーキっぽい色が入っているんですよね、まあ、そういった仕上がりになっている2色展開になってます。で、ナイジェルのブログでも合わせてましたけど、まあ、カーキ色のね洋服たちとね合わせているんですよね。デニムとか全然ベージュだったりとかも合うとは思うんですけども、ブログではねこっちのより渋めなカラー、ソールがねブラックになっているスニーカーを合わせていましたね。けどね、絶対ねこっちの色でもね間違いなく合うんじゃないかって私は思います。まあ、個人的にはなんですけど、まあ、私もね今狙っているアーミーカーゴパンツとかに合わせると、まあ、かっこいいんじゃないかななんて私は考えてます。で、肝心のアイテムの説明なんですが、まあ、メーカーの方に確認させてもらったんですけども、ほとんどねブログに書いてあることが全てですと言われたので、まあ、そのブログの URL を概要欄に貼っておきますね。ただこの動画でも伝えたいのは、まあ、もちろんね三原さんとコラボしてるってことがすげえんですけど、あのナイジェルのオリジナルの素材を使ってるんですよね、スイスアーミーファブリックかを使用しているところが、まあ、ここではねお伝えしたいかなと思います。このアーミーファブリックがここの部分のことを言うんですけど、この素材はですね、まあ、今までだと小物とかバッグとかに使用されていたのかな。まあ、今回も、まあ、スニーカーで小物ではあるんですけども、なんかどうやらこの縫い合わせるのが大変だったっていうエピソードがあるみたいで、太番手の糸を使用しているんですよね。で、高密度で、織り上げられているらしいので、ここの部分とここの部分の縫い合わせるのが大変だったっていうエピソードがあるそうです。オリジナルのね素材を使用するからこそ、まあ、ブランドらしい、まあ、仕上がりになるのかななんて思いますね。かなりいい雰囲気出していると思います、これは。で、これをですね、まあ、私がね着用して見せたいっていう気持ちはあるんですけども、さすがにねこれを今私が履いて動画を通じてねお届けするのは、まあ、どうしてもちょっと気が引けるので、ちょっと遠慮というか避けたいなと思います。で、先ほども言ったナイジェルのブログの URL を概要欄に貼っておくので、スタイリング載っているのでぜひねそちらをね、チェック見てみてほしいです。はい、そんな感じで本日は以上になります。この商品の販売ページ URL も概要欄に貼っておくので、まあ、気になった方、そして欲しいかもって思ってくれた方はですね、ぜひねチェックしていただいてポチリお待ちしております。はい。で、ナイジェルのネタはこれからもね出していく予定なので、ナイジェル・ケーボン好きの方はねぜひねチャンネル登録していただいて、今後のね情報もキャッチしてみてほしいです。はい、そんな感じで、ではまた次の動画でお会いしましょう。